じゃあ、トミックスの、企画品、商品化の動画出して、トミックスのね、マガジン動画出したんですけど、今回はね、3本目ですね。ずっとこの製品ね、まだ俺 NG でちゃんと紹介しなかった気がするのでね、紹介したいかなと思いますが、してないかどうか先に確認してたら別の動画撮る。そうですね。おそらくまだ出してなさそうってことなので、やっていきたいかなと思います。まあ一応ね、俺サブアカの方で N ゲージのね、走行動画、一回出したんですけども、3本出したのかな？そのうち1個の動画がカメラワークなんか狂ってて、ちょっと動画の非公開にってか消したんですけど、今回ね、その時に、ちょっと紹介したね、こちらでございます。ドカンと。何かって言いますと、俺も詳しく知らない。ちょっと待って。射的表どこ？201系の LB6 番でいいんだっけ？西日本地区、西日本地区。そうですね。201系大阪環状線の LB06 っていう編成でございますと。で、こちらをね、以前紹介した加藤のね、ブックケースくり抜いてね、プラ板入れて、中身がね、見える状態にね、しました。で、ちょっとね、紹介していきたいかなと思います。よいしょ。まあ一応ね、こんな感じでね、組みました。まあもともとね、これ8両のちっちゃいウレタンにぐしゃって入れてたんですけども、ちょっと訳あってね、このでっかいやつに、で入れました。で、これもともとね、トミックスの7両だったのを、ここ1個ね、無理やり穴開けまして、8両ね、なんとか組み込んでますけど、ちょっときついかもしれないんで、もう1回穴開けた方がいいのかな。ちょっとこれね、後で考えます。で、一応ね、こちら、付属品ですね。ここのところちょっと訳があってね、クーラーが4枚ほどね、落ちてます。まあなんでこれクーラー落ちてるかっていうと、これ以前なんか別のことかな、タミヤの炭入れ塗料がなくて、で、俺一回、なんだっけな、本当トレスタにあるんですよ、ポポンネットのこのタミヤが。で、一回一人行った後ね、聞くの忘れて一回電話したのかな、炭入れの黒欲しいんですけど、つったら、あーちょっと今在庫なくて、つって、黒と何かがないって言われたんですよ、在庫が。で、原因があって、製造工場かなんか日本らしいんですけど、原料かなんかが中国らしくて、で、ちょっと今工場止まってるんですよ、つって言われて。で、俺できる工場止まってるって言われたから、じゃあ中国製ですかって言ったら、いや、ちょっと原料が中国なんですよって言われて、あー、わかりました、つって。で、いつ頃入りますって聞いた時に、やっぱまだこのご時世って言われて、ですよね、つって。まあ、あれだったんですけど、で、俺の場合あれなんですよ、まあ、トレッサーがある隣になるんで、すぐね、ポンといけるんで、まあ一応ね、まあ、すぐにね、発売したら、ちょっとね、いけるように、まあ、準備は整ってね、クーラーが外れてます。で、もともとこいつ、まあ、紹介する前にね、自分でやったんですけど、この屋根がね、向きが違ったりしてて、で、それでね、クーラーひっくり返してよかったんですけど、パンタグラフとかの屋根もね、向き違ってたんでね、そのパンタグラフ付きの車両はね、ちょっとクーラー外してますんで、今ね、こういう感じになってますんでね、ご了承ください。というわけでね、まあ、今回ね、こちら、何の工房使ってると、R 工房っすね。R 工房のね、コンテナでね、ヤマトのコンテナと一緒に頼んだ時に、ヤマトのコンテナに辞職ありでお願いしますからね、辞職なしで届いちゃったんですよ。で、そのヤマトのコンテナ、未だに使ってないんで、今1個余ってるんで、まあ、こいつだけ貼ったんですけど、まあ、結構ね、俺初めてなんですよ、その N ゲージにデカールやるのって。まあでもね、よくできたかなと思います。というわけでね、今回この車両まだね、きちんと紹介しなかったんで、紹介していきたいかなと思います。で、まずこちらですね。ちなみにね、LB6 のね、俺編成知らないんだよ。どこだっけな。で、一応これ、プロトタイプの車両としては、ずいぶん前かな。8両セットで、このキットがもともと、キット組み立てか、映ったんですよ、ポポン出たのアゼラで。で、それをもとに、無理やりデカールだけ貼ったんで、もしかしたらちょっとね、プロトタイプとは、実写が違うかもしれませんので、そこだけはね、ちょっと申しませんが、ご了承ください。というわけでして、では行きましょうかね。まず、こちらから、クハ201でいいのかな。俺もね、いまいち分かってないんですよ。あーって、多分これそうだな。こっちクハ201の90っすね。一応ね、こんな感じで、で、行き先に関してはね、もともとキットに貼ってあった、大阪環状線をね、まあ、そのまま生かす感じでね、ちょっと無理やりました。で、こいつ自身まだ俺デカール貼っただけでトップコート吹いてないんで、ちょっとね、こういう風に全面が剥げちゃったりしてるんですけど、まあ、この辺はね、やっぱりデカールの、修正でしょうがないかなと思ってね、まあ、このままにしてます。まあ、こうやって無理やりね、ギーってやってもそんなに剥がれたりしないんで大丈夫かなと思うんですけど、一応トップコートは吹いた方がいいのかな、ちょっとその辺は俺まだ勉強不足なんでね、悩んでるんですけど。まあ、こんな感じですね。で、反対側こんな感じのラッピング。一応ね、これ古いテープの昔だったんで、なんとかね、ちょっと車輪とか汚いですけど、終電盤入れてね、自作の室内灯もね、ちゃんと組み込んでます。で、前面はね、この首出しカプラーなので、首戻らないテープのカプラーなんで、これはね、ゆくゆくスカートちょん切って、戻したいかなと思いますね。で、ゆくゆくはもう全車 TN カプラー化して、もう本当にハイグレードシムに、したいかなと思いますね。で、一応ね、背面に関してはね、ちゃんと白にしてますけど、白でよかったのかな？なんか実写の映像を見るとね、白っぽい色があったんで、ちょっと白にしてみたんですけど。で、続いて、モハ201っすね。こちら191番。
で、この車両もね、ちょっとパンタグラフまだ、クーラーがね、色差しできてないんで、ちょっと貼ってないんですけど、まあ、こんな感じですね。多分ね、この辺の、ボディのデカール以外はね、ほんと当時のその、なんつうの、キットのね、買ったまんまっすね。で、こんな感じ。ちょっとね、床下の向きとかね、違ってたら申し訳ないっすね。まあ、この辺も全部キットそのまま生かしたんで、説明書がない状態で、ね、俺も四角くしちゃったんであれなんですけど。で、ちょっとね、こういう風にデカールがね、水で伸びちゃったんで、こういうとこはね、ちょっと失敗しちゃって、こういう風にね、裾まで、細面までね、ちょっと巻き込んじゃって、ちょっと失敗しちゃってるんですけど。まあでもね、おおむねうまくいった方かなと思いますね。まあちょっとガラスのね、切り抜きがまあ甘かったりするんで、ちょっとこうなっちゃってるんですけど。まあでも個人的にはそうですね、よくできた方なのかな、俺的には。まああくまでもね、頑張って作ったから、よくできた方かなと思ってるだけでね。一般の人からしたら、いやー、下手くそかすって思うかもしれないですけど、ご了承くださいね。反対がこんな感じですね。で、3号車がモハン200の190。で、この車両が、ね、俺一番のお気に入りですね。このスヌーピーがね、このね、特大一面でめちゃくちゃ可愛いですよね。で、俺ね、こういうキャラクターの中で一番スヌーピーが好きで、これをね、作ろうと思ったきっかけもね、やっぱりスヌーピーだったんですよ。だから堂々とスヌーピーの顔一箇所くり抜いて、この辺も鼻だ、耳だ、くり抜いてちょっとやばかったんですけど。本当はね、くり抜きたくなかったんですけど、やっぱりくり抜けなきゃいけなかったんで、くり抜いたんで。で、反対がこんな感じですね。まあ、ユニバーサルスタジオユニバーサルスタジオパンってね、まあ、貼られてますけど。まあ、こんな感じですね。まあ、こんな感じでね。やってもで、この辺も、ね、一応ちゃんとステッカーもまあ10例ですね。そのまま貼ってって感じですね。で、続いてが4号車ですね。サハ201の74番。非常にこの車両はね、他の車両はね、1号車と8号車でね、このデカールが互い違いになってるんですけど、こんな感じで。これがね、1号車、下が8号車で、ちょっと見にくいんですけど、こうなってるんですけど、1号車、8号車同士で、こんな感じでね。ただ、この、ね、4号車、5号車に関してはね、その1両でね、同じデカールなんですよね。実車もそうみたいで。で、こちらがね、4号車で。一応ね、このハローキティのやつが、そのままね、反対側もこういう感じでね、ハローキティになってます。ちょっと窓の汚れが気になる。取れねえけど。まあ、こんな感じで、ハローキティと、まあ、男の子かな。まあ、こんな感じで、デカールね、貼ってます。で、こっちに関してはね、ちょっと屋根のクーラーね、これゴム系接着剤かなんかなのかな、ちょっと修正するつけちゃったっけな。ちょっと覚えてないんでね、まあ、後々黒の墨入れ取りよかったら、色差ししたいかなと思いますね。で、続いて5号車がサハ201の80番。こちらが女性専用車両ですね。まあ、時間帯によってなのかな。で、これもともと、デカール自体にこの女性専用車両って貼ってあるんですよ。ちょっとどこだか忘れたんだけどね。どこだっけな。あ、こんな感じ。ここ一箇所だけね、こことここかな。この辺の2箇所だけが女性専用車両ってデカール、ちょっとステッカーなくなっちゃったんで、無理やりね、なんとかこれだから、ここの中途半端にね、他の部分だけね、この上張りしてる感が目立つんですよ。まぁ、ちょっとずれちゃってますんで、こういうところとか。まぁね、一応そんな感じでね、なんとか、まぁ、やりました。まぁ、これでよかったのかな？わかんないけど。で、反対側も同じね、こんな感じ。まぁ、でもね、もともとやっぱりこれデカールがちょっと水で伸びちゃったんでね、分かりやすいとこういう風にね、女性戦車がちょっとずれちゃったりしてて、もうこっち白くなっちゃってるんで、でこういった面でもね、ちょっと上張りしといてよかったかなと思ったんですけど、ちょっと足りなかったんでね、なんか別のちょっと女性戦車のステッカーが手配して、ちょっとゆくゆくはやりたいですね。まあ、一部の中央線とかの女性戦車も俺まだステッカーとか貼ってなかったりするんで、中央線じゃねえな。総武線、東西線か。で、続いて5号車、6号車が、モハ201の192番。一応ね、ここにモーター車、中間で詰ましてます。このね、昔のツインモーターなんでね、重いんですよね。で、これね、あの当時ツインモーター確か爪がね、1個割れてて、使えないってお話したんですけど、なんとかここの、床下パーツを外して、で、余ってるね、東急のツインモーターと交換して、東急の方が、折れた爪のモーターに行きました。で、これ元々はね、その東急仕様なんですけど、まあなんとかね、床下張り替えて、まあ台車入れ替えてね、東急仕様から戻しました。こんな感じですね。で、まあこっちがね、特大スヌーピー、スヌーピーで反対がこんな感じ。で、7号車がモハ200の192。こちらは何なんですかね、赤いキャラクターになんか入ってて、まあ、こんな感じ。で、反対側がこんな感じ。で、まあ、スヌーピーが完全に顔くり抜かれたと。これはくり抜きたくなかったんだよな、ほんと。まあ、頑張りましたけどね、なんとか。スヌーピーと思いながら。ほんとね、頭おかしくないでしょ、ね、あの時は。
まあ一応こんな感じ。でね、本当はこういうところ、まあちょっと本当はね、これ、もうちょっと切ってから密着させてもよかったんですけど、まあなんとかね、デカールの塗料、緑とか青の蓋の、あれなんとかね、塗りたくってね、なんとか密着しましたんで、まあちょっと大丈夫そうだったらね、こういう戸袋とか、ドア缶ゴムにちょっと黒とかね、色差ししてみようかなと思いますね。あとはこういうね、中間部分ですね、ホロも取り付けてあげて、ちょっとね、グレードアップしようかな、本当に。まあちょっとあといくらぐらいかかるかわかんないけど。ほんとね、来月ね、新品がね、ごっそり控えてるからね、マジで中古絞ってるんですよね。ちくしょう。ちくしょう。で、最後ですね、8号車。こちら、西九条寄りの先頭車ですね。大阪基準で。で、区間200の90と。まあ、こちらもね、ちょっとこういうね、これでもハゲなのかな？どうなんだろう？多分ハゲだと思いますけど。まあ、ちょっとね、ハゲちゃっているんですけど、なるべくね、こうやって、位置合わせしてあげて。で、この首振らない系のカップラ、たまに戻んなくなるから嫌いなんだよな。この古いやつ。感じですね。まあちょっと床下機器とかね、台車がちょっと違うかもしれませんけど、ね、その辺はね、ご了承ください。いかんせん買ったままの状態をね、なんとか保ちましたんでね。そう、結構このドアにみっちりフィット感がありますね。これちょっとへこんでる感がありますんで、ちょっと段差わかるかな。本当はね、これちょっと薄く切り込み入れて、ピュッて押し込んで水とか抜いてもよかったんですけど、以上の俺ね、デカール、その液体塗ってからデカール貼って、その上からすぐに液体また上塗りしたんで、別の液体。で、大体ね、もう、本当はね、丸1日乾かすっていうのがデカールの想定なんですけど、普通にもう3時間ぐらいとかして俺くり抜き始めちゃったんで、だからこういう風にちょっとね、ボコボコってなっちゃったりしてるんですけど、まあでも、結構うまくいった方だと思いますね。どうなんでしょうね。まあやっぱり、熟練の方からしたらね、下手くそって思うかもしれないんですけど、俺はこれでうまくいった方かな。満足してますんでね。で、ちなみに、ここだけはね、白くなったんですけど、そことか中だけはね、オレンジのままなんですよ。ちょっとわかるかな。ちょっと開けた方が分かりやすいんで。あー、できれば俺中間車だけだ。先頭車だとね、ライトユニットと室内灯のところちょっとめんどくさいんで。で、一応こいつら全部ね、GM キットの、ヘッドライト。もともと買った当時はね、これキットの完成品だったんで、ヘッドライトが付いてなかったんでね、ライトユニット買って、付けました。確かあれかな、一時期秋葉原行った時かなんかに、グリーマックスだかな、定価で唯一売ってたんで買った気がする。確かそうかな。確かそうだと思います。で、ちょっとね、一番スヌーピーのこれにするか。まあ本当はこっちでもよかったんですけど。なんで袋飛んでいくの？以上にこんな感じで、中はね、オレンジのまんまなんですよ。ちょっと分かりづらいんですけど。だからね、本当ね、全部の側面をオレンジにしたってよりか、本当この背面だけ白く塗ったって感じですね。で、ちゃんとね、自作の白色塗装もね、なるべく真ん中位置に入れてるんで。怖いんだよな、この古いタイプって。カポッてはまんねえから。すごい怖い。こんな感じでね、なんとか完成しましたと。で、これ本当はね、もうちょっと早めに紹介したかったんですけど、まあ、レイアウトかなんかで、ね、試運転動画撮ってから紹介しようかなと思ったら、思ったよりね、その墨入れ通りの黒が、なかなかのヨドバシとか売ってなくて、で、ネットでも高いんですよ、1本1500円とか。そういうぼったくりでは絶対俺買わないって決めてるんで、だちょっとね、紹介が今更になっての遅くなっちゃったんですけど、まあ、一応ね、こんな感じになりました。一応ね、これがね、まあ俺多分 N ゲージの加工、まあ加工はね、ちょっとやってるんですけど、改造っていうのはね、ほんと数少ないんですよね。例えば、鉄コレを無理やり伝送化したりっていうのはね、結構前回あるんですけど、ね、今回はね、ちゃんとデカール頑張ってありましたからね。だからね、このちゃんと特別ケースね、入れましたけど、まあ、側面はね、101系の装備観光線なんで、これちょっと一回ね、なんか塗料で落として、多分液体かなんかでこれ擦れば落ちると思うんで、ちょっと塗装落としてね、まあなんかね、考えたいかなと思いますね。まあ一応こちらね、今回紹介したのが、まあね、USN のラッピングでしたですね。で、それぐらいかな。まあ、後々ね、予算が余ってきたら、またデカール買ってね、別の車両にもデカールあったりっていうのをね、やってみたいかなと思いますんでね、デカール第1弾っていう感じのね、タイトルで、まあ、ご紹介したいかなと思っております。というわけでね、これで終わりにしたいと思います。どうしようかな、この後もう一本動画撮ろうかな。撮ろうかなって感じですんで、これで終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。